愛する光の友の皆さん、私はプレアデスのラーカです。私たちがこの大きな転換の時期に近づくにつれて、私たちは様々な種族たちを認識し、それぞれに敬意を表します。中でも特筆すべきなのは、その魂が高次元のエロヒムによって創造された種族たちです。その中には愛すべきシリウス人たちも含まれています。彼らは何百万年もの間、地球では大犬座として知られる小さな星座にある星で生活してきました。その位置は私たちの銀河、天の川銀河の中にあります。シリウス人たちは自分たちをナポリと呼び、彼らの故郷をノプリアと呼んでいます。エロヒムによって最初に創造された存在たちは、初めは名前を持たず、自らを音や色を通じて表現していました。そのことによって彼らは自分自身の神聖な本質を深く理解していました。また彼らは周囲の存在たちが愛という形で表現することを認識し、その意識の中に生きていました。神からは特別な力が授けられ、自らの意識を使って物理的な体を形成することができました。そして彼らはそれぞれが自由意志を持ち、広大な宇宙を冒険する能力を持つようになりました。そして生命が発展し、新たな子供たちが誕生する中で、多くの存在が新たに成長を遂げる世代を理解し始めたのです。エロヒムによって最初に創造されたこれらの魂たちは、他の星々から来た様々なエロヒムの種族と一体となり、私たちが銀河連合と称する光の同盟を創設しました。すべての連合メンバーは青い制服と銀色のブーツを身につけており、これによってメンバー同士の統一感と団結力を示しています。シリウスの A 星と B 星の最初の司令官であり、長老としてアシュタールがその地位にあります。彼の力と光は何百万年もの時間を超えて輝き続け、その結果として地球は過去3000万年にわたり、銀河連合から生じる創造的な力と愛を感じてきました。彼の拠点は A 星に位置していますが、 B 星にいる者たちと会議の場を持つために彼は常に移動しています。彼は自身の服装として長いブルゴーニュ色のパンツと銀色のケープを身につけ、さらに大きな猫の顔が描かれたメダリオンをつけた銀色のネックレスを着用しています。この猫の顔は目立たずに旅を進める際の静寂と知恵を象徴しています。彼が任務に出る時には他の銀河連合のメンバーと同じようにドレスコードに従います。現在地球上には皆さんがまだ認識していない種族からのスターシードが存在します。これらは人間という存在体験を短期間だけ経験している混合種族の存在です。初めて訪れた外来者たちが愛と援助をもたらした時、地球の原住民の魂たちはこれらの来訪者を温かく歓迎しました。シリウス人たちは一部独特な外観特徴を持っています。その特徴とは、深い青色を帯びたわずかに斜めの目、やや長めの頭部、細い鼻、そして薄い唇です。彼らは身長約7フィート、約213センチメートルで、裸でいることを好むか、あるいは一方の肩から膝までを覆うようなドレープを身につけることを好みます。また会議の際には長いパンツやケープ、ガウン、ローブといった装飾的な服装で出席します。シリウス A は地球から見た夜空で最も明るく見える星です。一方シリウス B は以前は非常に大きな星でしたが、現在は白色矮星、つまり小型の星へとその規模が縮小しています。その原因となったのは、星の温度を維持するためにその燃料源が使われ尽くされたからです。シリウス B は太陽と同じように非常に高温で、何百万年もの時間をかけてシリウス人たちはこの星の環境に適応し、
それぞれが互いに近い距離で生活するようになりました。すべての存在は創造の源から与えられる力によって、このような適応が体に全く影響を与えることなく可能となりました。シリウス人の存在は彼ら自身が光と熱からなる設計により維持することが可能です。彼らは暗黒の存在と出会った時には、その指先から光を発することができます。この光は警告の役割を果たし、敵対的な行動を試みる存在に対してはそれを破壊する力も持っています。シリウス人は基本的に平和主義者で対立は避けますが、一方で彼らが愛する者たちを守ることには強く取り組みます。彼らは生命を一体性の観点から捉え、共に瞑想を行うことで創造の源とのつながりを感じることを楽しんでいます。シリウスの A 星と B 星は高密度の粒子のバランスを保つために互いに磁気的に作用し合います。そしてその結果、互いの周りを旋回し、それにより星自体の回転が増加します。しかしこのすべてはバランスが取れており、シリウス人たちはこの動きを感じることはありません。この状況は私たちが地球が回転していることを感じないのと同じです。シリウス人たちの生活は豊かな芸術、音楽、ゲームという形の創造性にあふれています。長くてフラットな屋根を持つ建築物が両星の至るところに存在し、その内部はアーチ型の通路で区分けされています。これらの通路は家族間の空間や会議の際のプライバシーを確保する役割を果たしています。そしてそこら中に配置された色とりどりの柔らかなクッションがその空間をより快適なものにしています。シリウス人たちは美しい自然環境を満喫しています。彩り鮮やかな大山脈と海洋が彼らの活動場所で、毎日のようにハイキングや水泳を楽しんでいます。また彼らの食事は野菜や果物、そして水を主体とし、美しい花々や木々が生い茂る環境を愛しています。それらの自然の中で妖精たちは舞い、家族や愛されたペットたちと共に楽しく過ごします。大きな猫、熊、そして飛ぶ馬などの生き物たちは全てのシリウス人から愛されています。この愛に満ちた種族シリウス人は私たち人間の存在を認識しています。彼らの視点は統一と、これから訪れる大きな転換、あるいはシフトに向けられています。そして近い未来、私たちは彼らと出会う場、シーンで彼らと顔を合わせるでしょう。その場所は全ての種族が互いに思い出を共有し、深い愛を持って挨拶を交わす場所です。エンイーキーマイイヤ、私たちはあなたを心から愛しています。プレアデスのラーカより。